私たちリポーター業界では小倉さんの方が人気あるんです。なんでかっていうと、小倉智昭さんは打ち合わせ通り質問してくれるんですね。だからこう打ち合わせした通り答えやすいように質問してくれる。安藤優子さん厄介ですよ。安藤優子さん必ず最後にね、打ち合わせと違う質問一つ入れる。そこで我々業界ではね、安藤優子対策っていうのがあるね。あるでしょ、よくね、高校受験対策とか公務員試験対策とか、安藤優子対策ね、安藤優子対策っていうの先輩から習うんですよね。安藤優子対策何かって言ったら、安藤優子さんが質問してきたらイヤホンの耳を外す。そうすると、安藤さんが、あ、なんか電波切れちゃったみたいですね、あ、現場から大内さんでしたって引き取ってくれるんですよ。それが何よりも新人が最初に全国デビューするときに習う安藤優子対策です。我々業界ではおなじみなんで覚えておいていただければいいと思うんですけど、